はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。アキです。それでは、バイオハザード HD リマスター続きやっていきたいと思います。なんかね、前回は MO ディスク ?2 枚使ったね。2枚使った。あと1枚どこ絶対使うから置いてあるんだよね。うん。さあ、どこなんでしょうか。めっちゃ気になるけども。きっとこの先だろうね。この先、やっぱこの先ですか?今までのとこなかったからね。ってことはこの先か。なんか、入り組んでるけど大丈夫かこれ。すごいね。怖いなぁ。絶対敵出るよね、これ。絶対敵出るよね。さあ、どうだ。今度は何が出るかな。いや、今んとこ敵はいないか。探索。変な音がした。いるね。今見たよ。ジルさんが変な方向見たよ。あのさ、じっとしてるのやめよう。怖いんだってばよ。おるじゃん、ほら、そこにキメラが。よいしょ。なんで?ちょっと待って、3発?ね、ハンドガンじゃなくてよかったでしょ?うん、それ、本当にそう思う。うわ、大丈夫?大丈夫?あ、オッケー、大丈夫。よーし、よし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 。よーし、オッケー。さて。お燃料持ち運び注意。軽い衝撃で爆発の可能性あり。動力室に燃料を供給するための装置だ。今は燃料がないため動いていない。空のカプセルがある。燃料供給用カプセル。まあ、拾ったはいいものの、これ何?何も入っていない。何も入っていない。何も入っていない。そら知っとるけども。なんだよ、これ。何を。燃料どこよ。え、もう忘れた?ね、あ、忘れたってことは僕言ってるね、今までに。燃料ってどこよ。どこだよ。まあ、ちょっと奥の方進もうかな。わかんない。あんた、本当にハエそっくりだな。ハエの遺伝子が組み込まれてるのか。でもハエと人間の子だからね。ごめんなって言ったわけだな。ごめんなって言った今。いいよもう。だってさ、なんか、お前の方がハエっぽいわ。なんでや。どこがや。なんかさ、こいつ壁橋にした。何?よし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 。倒れたか?倒れたな。死に方が雲じゃん。死に方雲。溶けるんだね。溶けるところは、バイオハザード4、5、6あたりだね、なんかね。さて、もう出ないかな?もう出ないかな?さて、ちょっと、奥まだ続いてるから行こうかな。まあ、ショットガンがあれば負ける気しないから。なんで行くのかがわからんけど、いいや。なんで行くのかが、これ画面何よ、何があった?あー、後ろから来るパターンですか?一撃ってことはないわな。アサルトショットガンで3発とか、こいつヒットポイント高っ。死んだ?オッケー、死んだね。もう声してるんだよな。声してるんだよな。するんですよね、やっぱりね。待って、もう一体も聞いてない。もう一体も聞いてない。またんかい。これ、まだ来ない方が良かったとこ?これ何?バッテリーパック。グレネードいつ使うの?グレネードランチャー?聞くかな?あ!もう、また出てくるか!リュウさんだ!いた!何すんの?こちら!あ、2発。2発だったね。これは、明らかにリュウさん弾の方が強いパターンですね。あー、ショットガンの弾がどんどん消えてく。使いすぎだよ。怖いよ。さて。あ、行ってないな。おへへへへ。あ、ちょっと待って。待たんかい。己、ちょっと待たんかい。行っとる?一発だったね。嘘!ハエって硫酸には弱い感じですか?見つけたー!もうどんだ、待って、その前に高所になってる。オッケー。じゃあ、MO ディスク。オッケー。これで、あそこ行けるようになったんだよね。そ
そうだね。OK、パスコードを送信して何かのロックを解除したようだ。じゃあ、ちょっと、回復薬取りに戻ろうかな。もうライターとかいらないんじゃない？そう、ライター、まあ、そうだね。置いとこようか、ついでにね。さっきのキメラが、何？またゾンビ化するとは思えないしね。まあ、溶けちゃったしね。さすがに溶けたやつがまたっていうのは、まあ、バイオハザード6ではあったけどさ、そういう敵。さすがに1でそれはないよね。1998年やからね。さて、おっと、上に光ってるのがちょっと気になってしまったよ。じゃ、ちょっと、ライターとか置いていこう。にしても、やっぱりセーフティーハウスって一つの、まあ、ステージ、うん、まあ、洋館だったら2つあったでしょ、うん、こういう研究所にもちゃんとあるんだね、2つ。すごいよね、でも。どこでもドアじゃないけど、どこでもボックスみたいな、ドラえもんのポケットみたいなね。無次元ポケットでしょ。すごいよね。すごいと思う、本当に。だって違うとこに置いたやつだからね。違うとこで置いたはずのものがこっちで拾える、なんてこったい。他持ってくものはグリーンハーブとか調合したりしたらいいのに。グリーンハーブは1個2個よいしょ、いくぞ。トン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 、日野の2トンって言いたかったけど、あと1個トンが足りなかったな。グリーンハーブ、あと1個あるかな。あった、よし。さあ、グリーンハーブ3つ、ものすごい青々しいけど、これ青汁になるんでしょ。そうそう、青汁の元だからね。もともとね。嘘、それ本当？こっから考えられたんだから。あ、それ本当？なわけないやん。ですよねー。ですよね。ちょっと本当に一瞬信じてしまったわ。素直な息子なんです。くー、やられた。さて、ちょっと待ってね。燃料供給用カプセルがどこで使うのかも気になるけど、さっき空いたとこも行きたいんだよな。ちょっとそっち行こうかな。燃料供給用カプセル、でも燃料ってどっかで手に入れたんだよね。いや違う、どっかで手に入れるための場所があったんだよね。あったね。どこか覚えてない僕に何、ちょっとヒントをもらえませんか。行ったところで、はい、赤いとこ行ったところで、赤いところ、うん、行ったところで赤いところと言いますと、この通路何か落ちてるのか。でもこの通路ではない。ない。で、上の通路は、廊下はハーブが落ちてて、あっちの大広間、うん、っていうのかな、あそこは緊急スプレーを1個そのまま置いてる感じ、うん、ちょっと待って、間違えた。マンションじゃなくて、これは1箇所しかないね、そういうこと考えると。でもここって何が落ちてるんだろう、全くわからない。一周回ってみたら。一周回る？巨大なファン。そんなに気になるんだったら。ちょっと気になる。どこで何を拾ってないのかがわからない。ここら辺？ここ何かある？ないよね。何を拾ってないの僕。もうわかんない。何を拾ってないんだろう。赤いっていうことは何か落ちてるんだもんな。で、この通路はこの緊急箱でしょ。あ、そっか、こっち、あ、ここも赤いぞ。あ、でもここインクリモンじゃなかったっけ。うん、インクリモンだよね。インクリボーン一応拾っとこ。まあ、後で合成すればいいでしょ。あー、ここか。ここか。燃料を補給する装置のようだ。カプセルをセットしました。セットしましたが、燃料供給用カプセル、ニトロ化合物の燃料が入っている。え、走るだけでも爆発するようだ。え、走れないの？うん。え、常にこれですか？だね。マジかよ、どういう縛りだよ。これ敵出てきて大丈夫なの？大丈夫だと思うよ、さっき全部倒したから。え、あれ、もしかしてこれ敵倒してなかったら積むパターンですか？だね。よかった、倒してて。うん、君の慎重さがね。慎重さ？慎重なんだよ。ビビリじゃないはず。無謀さ？無謀ではないと思う。無謀、うん。
悩むな。無謀ではないと思うよ。多分慎重なだけだ。風になれ。いや、風になったら、塵となるから。爆発するんでしょ、走ったら。やだよ。そんなやだよ。怖いよ。え、これって初代バイオにもあったの？あの、レトロなバイオにもあったの？あったかな、こんなの。リメイクだから多分あるんだろうけど、バイオハザード、まあ昔のやつよ。うん、あれにはなかったんでしょ、あの、クリムゾンヘッドっていうのは。ないね。あの、生き返ることなかったもんね。なのになんでリメイクまでは出たんでしょうか。だってさ、最初の頃のバイオってさ、はい、倒した敵を足で踏みつけて頭潰れてたからね。オーマイガー。ほんと、なんていうの、R18 してみたいな。あ、まあ、グロテスクだもんな、確かに。うん、ちょっとあれはね、面白かったね。やったことないからわかんないけど、まあ、グロテスク。まあ、その時代を生きた人だもんね。まだ生きてるけどね。あ、生きてる人だからね。さて、ちょっと怖いです。怖いです。ここで、いきなりゾンビとか来ないよね。びっくり系はやめてね。びっくりして爆発したりしてね。それはちょっと。ちょっと待って、操作が、ここに、カプセルを！よし。動力室に燃料が供給。ってことは？この奥に行けるようになったんじゃない？あ、そっか。奥に行かずに結局途中で戻ってきたのか、僕は。あ、そうだ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 わ。普通は奥まで行ってさ、はい、なんかこう動力が動かないようだみたいなさ、あ、そういう説明受けてからカプセルがなんちゃらって感じですか。なんか順番バラバラじゃない僕の攻略。だから多分一人じゃ多分攻略できてないね。うん、できてないと思う。最初のクリムゾンヘッドのあたりをあそこで僕積んでると思うよ、怖くて。でもね、あんまりヒントを言うなって言われてるんだよね。ああ、愛しのアリスちゃんに。アリスちゃんにね。さあ、ここは敵が出ないかな。出ないでほしいんですけど。まあ出るわな。まあ出るわな。メインエレベーターの電力が供給されていない。動かします。動いた、動いたね。動いたと信じますよ。アホか、アホか。やめなさい。ちょっと待ってちょっと待ちたまえよ。出る、さよなら。初めて逃げたね。逃げるって選択肢もあるっちゃあるんだけど。ほら、もう何もしなくてよくなってるじゃん。あー、なるほど。じゃあ、あとは戻ってあの電力のとこかな。だね。エレベーターだよね。でもエレベーターか、なんか嫌な予感するけど。よっしゃ、行くぜ。ここはまっすぐだな。にしてもグレネードランチャーってすごいね。焼夷弾でもゾンビは燃やしたことになるんでしょ。うん、まさか焼夷弾そんなに便利なものとは。さて、ここだよね。歯がゆかったけどね。歯がゆかった。何が、え、何が教えたくて。ああ。その前にさ、はいはい、押しません。その前に行ってないとこ行こうよ。行ってないとこ。あー、ロック解除したとこか。うん。でも、あそこって何があんのよ。あそこって、何ファイルだっけ。ここで手に入れたファイル 見た限りだと、ウェスカーがな、ウェスカーとなんか、あと二人、うん、が、いないと、なんか、何入れない場所って書いてあったけど、あそこ、敵がいるだけじゃないよね。さすがに敵がいるだけで弾消費にしに行くのはさすがに嫌だよ。アキさんがヒントを言わなくなった。さて、まあまあ、ドアロックを解除しましょうか。何があるのか、そっちなのね。まず左側なのね。ジルさん、最後に真ん中のパターンですか。ガシャコン。ピー。行くぞ。行け。行くよ。風になれ。ここはまあ、風になって大丈夫だよね。風になった後死にはしないかな。あの、風になりすぎて、早すぎて。あんまり好きじゃないぞ、この BGM は。あ、でも何もない。大丈夫か、これ。すごいよね、でもね。ん？おっと。おっと？ここは、閉まってるよね。あらまー！ジル。クリス、生きてたのね。こんなとこで死ねないさ。
ジル、とんでもないことになってる。どうやらスターズは用済みらしい。何の話？とにかくここ開けないと。ダメ、開かない。待ってて、すぐ助けに戻るから。頼むぞ、寄り道はするなよ。待ってよ待ってよ待ってよ、どうやって開けるのこれ。研究所の鍵がかかっている。そんな、待って、クリスさん生きてたね。うん、まあ、生きてるのは良しとするけどさ、どうやって助けんのよ。研究所の鍵とかどっかそんなあった？エレベーターかな、もしかして。エレベーター降りた先に何かあるのかな、アキさん。ん？あー、ヒント言ってくれなくなった。あー、さて何かあるんだろうな、おそらく。アイテムに余裕はない。怖いなー、もうここ本当何なんだろう。赤いのが気になる。セーブでもしといたら？セーブ？エレベーター乗る前に。確かに。なんか地図見た感じ、エレベーター降りた感じ、うん、なんかすごい広い通路だからね、うん、通路というか広い場所だったから話が長くなるぜみたいな。マジか。なるほど、ならばセーブはしておきましょう。いいね、そのエレベーターとか重要っぽい感じの場所の近くにこういうのがあるっていうのは。あ、そっか、インクリボン持ってるんだ。持ってたんだ。よし、インクリボンを使うぜ。古いタイプライターにロイヤルなインクリボンを使ったらどうなりますか？その心は？あれ？あれ？そういうネタだったっけ？あ、でもね、古いタイプライターと書きまして、ロイヤルなインクリボンと解く？その心は？だから考えがつかなかったら言うな、言うたやろ。あー、これ、ま、ちょっと考えたんだけどな、やっぱ何も出てこない。あー、ダメだな、ほんと。2つか3つぐらい前の動画で怒ったやろ。あー、でしたね、確かに。さてと。さあ行こう。そうだね、行こっか。インクリも置いたよね。オッケーオッケー。行こう、ならば行こう。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。